アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。本日は戦争がもうあさってに迫ってきましたので、本日はこちら、もうね、対パオパオ対策デッキ、ちょっと本日これでね、立ち回りなどをね、もう一度再確認しながら大規模戦をで戦おうと思います。パオパオはね、今回高機動型ゲルググを使用しますんで、大規模戦でね、高機動型ゲルググを見かけ次第、壊していこうと思います。これもう全部パオパオのせいだからね、もう高機動ゲルググ、乗ってしまった人はもうパオパオが悪いから、うん、パオパオのせいだから、高機動ゲルググはもう粘着していこうと思います。トリントン湾岸基地ですね。おいおいパオパオ、おいパオパオ、おい聞いてるかパオパオ、多分 EK フォーメーションの動画見てるんだろう。もう一日中かじりついて見てるんだろう、研究してるんだろう、こっちの手の内を。それもね、予想済みです。もう戦いは始まっているので、まあいろいろとね、EK フォーメーションの、北野とのね、練習動画アップしまして、コメントで、ね、これは対戦の後にアップした方がいいのではないでしょうかとかいうね、コメントいっぱいもらいましたが、それはね、違います。実はね、 EK フォーメーションにはね、真の姿というものが存在します。まあそれはね、動画にはしていませんが、実はあの後ね、北野と EK フォーメーションの確認を取った後にね、まあ6時間ほどあの後ずっと、フォーメーションの練習をしていました。数で言うとフォーメーションの数は36あります。本当のことを言うと、実はね、フォーメーション、各フォーメーション1から9まで存在します。フォーメーション A の1からフォーメーション K の9まで存在します。これを我々は EK フォーメーションナンバーズと呼んでおります。まあここまではパオ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 、おいパオパオ、読めなかっただろうな、パオパオも。よし、ほんと今回はね、ガンダムの動きをしっかり再確認しながら大規模戦戦っていきます。本当にマジどぎも抜くからね、 EK フォーメーションの本来の形、真実の姿、いきます。よし、ちょっと待って、ここここは苦い思い出があるな、苦い思い出がある。ここの2番拠点にはジオがここを、今回はジオの相手はね、ちょっと待って、ジオの相手はそこまでする必要はありませんので、ゲルググを見つけ次第ね、ぶっ壊していきますんで。今さらゲルググ使ってるやつおるっていうか、あ、ちょっとナパームが全然仕事しないや。
出すぎるなよ、出すぎるな。よしよしよし。もうナパームねえや。そう、ナパームすぐ弾切れるからね、もしかしたらパオパオ戦ではバズーカに持ち帰るべきかもしれない。うりゃうりゃせるで三連携。パオパオ、パオパオ3連キルいたしました今。完全にパオパオだったわ今の。よし、このまま中央で、ドンパチやピコって、もうちょディスコードマジちょっと、マジゲルググいないから、ほんとゲルググとやりたいんだ。ゲルググマジ壊して、おらバスカ空気アリス、うらぁ、やられてんな、ちょっとグレポやられてるわ。あ、ちょっとさっきのやつ、チンピラごぼう、マジ許さん。お前2回やったろ、エテのこと、エテのこと2回やったろ。カオス、ちょっとどっから攻めたらいいかわかんない、もうもうなあ、もう何もしないのに、あ、何もしないのにもう923だ、ま、あーあああ焦んな、焦んな、落ち着け、落ち着け、一旦こんなんじゃパオパオに勝てねえよ、こんなんじゃ、これじゃパオパオに勝てねえよ。おら、あたんか、おら、あぶねえ、ちょっとジオン強ないちょ。これ以上好きにさせない。落ち着いて。落ち着いて見て。私を止められるかしら。ああ死んだ。生きてた。けど本当ね、ゲルググのね。一番懸念してるのはね、ゲルググの格闘なんですよね。真面目な話、真面目な話で言うと、さて、立て立て立てがない、もう、うりゃあ、おい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 、ガンオンむずくね、ガンオンってむずくないか、なんかガンオン今日、今当たったっしょ、当たったっしょ、ほんともうね、チャービ使うこと、チャービ使うことなくなったからね。昔はよくチャービのエテって言われたもんだわ、ほんとチャービのエテって言われたもんだわ。うまっうまっちょっとちょっと止まって、ちょっと動かない、もうちょっと、あーもう、あーあーあー、昔はよく、よしよしよし、落ち着いて落ち着いて、ジュアックやべ、ジュアック使いやし、ジュアックめっちゃ使いやしいや。
もしかしてまだチャービー…うわー、ちょっとまだジュアック使いたいんだけど。ちょっととりあえず排除しよう、こいつ。あとちょっと、あとちょっと、よし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 。だからね、そのゲルググのね、格闘、多分ね、あれ格闘もし振り合った場合、ガンダムじゃねえ、まあ当たり判定上、実際のところはゲルググよりガンダムの格闘の方が優れているのは間違いないんだけれど、実際のところはね、けどやっぱこのガンダムオンラインの当たり判定上ね、どうしてもゲルググの格闘に、うーわ、ゲルググの格闘にはね、ちょっと多分ぶつかり合った時に絶対に負けると思うんですよ、どうしても。なあ、そこ部分の対策、まあそこもね、しっかり、6時間の練習を経てね、もう対策済みなんで、まあパオパオと、ちはやっていうの、あるうまちはや、知らんけど、ちはやかなんか聞いたことない、聞いたことないし知らんけど、おりゃパオパオ、そうね、だからバカみたいに格闘振り回してくるだろうけどね、もうそれは対策済みなんで、ええ、あ、もうやっといてください、それは。おいしゃー、1、3パオ、3パオ、あ、やっぱりな、やっぱナパーム逃がしません。ドン、あー、もう切らせーや。まあいいや、今のは怠慢なら勝ってた、怠慢なら勝ってたってこと、それがね、ちょっと止めろ、早く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 、ビーコン、ビーコン撃破 RTA、 ビーコン撃破 RTA、よし、美味しかった、すごく美味しかった、ちゃんとミノも巻いて、素晴らしい。しかしミノを使わされたというその事実は拭いされませんね。1番踏んでる以上ね、1番に行く必要はあまりないので中央に行こうと思います。爆撃、そこ、え、どこ、え、おら、来いよ来いよ、おいおい、パオパオ、あー燃えた、左ゲルグ、左ゲルグ、シュン、これがおら、頼む、よしよしよし、いい連携だ、よし、ちょっと一回弾を回復しに行こう、危なくねえ、ここめっちゃ危ねえ、めっちゃ危ねえわここ、てかふわ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 、あ、補給管出てる、 ありがとう、ありがとう、んんん、だからね、あとはね、あと懸念されるのはやっぱり来たのがね、どうしても足を引っ張ってしまうっていうパターンね、こればっかりはもう、エテはどう 対策してもね、エテにはどうしようもできないことなので、ほんと来たのがね、足を引っ張るパターン、もうその件に関してはもうどうしようもできんわな。ゲルググいいね、入れ食いしや、ちょ
調子乗った、調子乗っちゃった。だからその数値で表現すると、エテが、まあ、100がマックス、2人で100だとすると、エテがまあ85、85だな、低く見積もってね、低く見積もってエテが85で来たのが15かな、低く見積もってもね、まあそうなるかな。おりゃ、もうちょこれまた CT っぽくないこれ。あーまあセーフ、セーフ、これはセーフ。そんで相手側はね、やっぱりパオパオ&チハヤ、チハヤだっけ、まあチハヤ、まあ知らないっていうか、もうわかんないや、チハヤに関しては未知数だわ。まあだから、まあ所詮まあそこら辺のモブと変わんないと思うわ。あのよくいるあの NPC っていうやつ、大規模戦の、退出者とか出て、そのたまにうろちょろしてるやついるやん。多分あれレベルだと思う、ちはやっていうの、だからパオパオが、まあ、90でちはやが8かな、8ジオミッケ、そこの壁あぶねえ。先手必勝、いいね。めっちゃ抜かれてる。もう後ろからもしつけよ、お前くそぶち殺すぜ。危なかった、切れそうだったわ今、もう完全に切れかけた、危ねえ。ちょっとあのケンプは、ケンプはマジ許さん。おいおいって、もうおいって、おしゃー、ガンダムシールドをなめるな。ワイトツエテも参加するから、ちょっとよし待って、あと10秒で、あと10秒でちょっと決めよう、それ決めて勝とう。3、2、1、ガン、俺に続け。MS でしっかり。何こいつかっこいい。なん、押し切れないか、厳しいか。なんだそれ、もうそうなるわ、もうこうなるって。何そいつ、トライブレードってなんなん。
返してください。負けてしまいましたが、ガンダムの動きをね、再確認、しっかり再確認できましたね。非常に、危ねえわ、もう、タイまで落ちたら、もう、それはもう、言い訳できないぞ、これ。危ねえ。はい、しっかり、再確認できました。もうね、完璧に、パオパオとちはやとのね、まあ、そのタッグバトルのもうイメージ、相手をどう料理するか、そのイメージはもうしっかり、できていますんで、はい、あとはもうそれをね、実行するだけですね。はい、ってなわけで、今回は、パオパオ対策、用ガンダムデッキで大規模戦でガンダムの動きを再確認しつつ、パオパオ対策のフォーメーションを理解し、ナンバーズの表明とも伴いギャルググに対する格闘のとかでした。あり、あ、